こんにちは、吉谷さん。あの、名言ですよね。従業員に囲まれて、従業員は一人たりとも売り上げも利益も作れない、集客もできない。で、そこへ来て、その低たらくを社長一人で埋めようとしたら、なんか徹夜になってね、残業になってね。それを見て役に立たんスタッフたちは、もう社長早く帰りましょうよって、社長が帰れないから僕帰れないじゃないですかみたいなね。なんかその宇宙を話してるみたいでしょ、こういうのってのは。あの、なんて言うんですかね、あの表現はすごく時に残酷なんですけども、まあ、そうやって稼げない人と稼げる人っていうのは会話が成り立たないっていうところはあるでしょうね、きっとね。同じ会社の中にいてですらそれですから、なんかすごく分かるなっていうかね、分かるとしか言いようがないんですけども、まあ、分かるっていうのは吉田さんも分かってくれてると思うんですけども、でも本当なんか微笑ましいというかね、今となってはもう腹が立つこともないし、なんかそのすごく楽しい思い出ですよね。多分ね、その自分の周りの5人の平均年収がお前だみたいなね、そんなこと言う人がいたじゃないですか。私あれね、全部嘘だと思っていたんですよ、というのがね、じゃあさっきの吉谷さんみたいな環境にいて、吉谷さん一人が売り上げ上げてます、他のやつは売り上げ上げてません、じゃあ吉谷さんの年収はどんどん下がっていく傾向にありますねっていうことになるじゃないですか。でもやっぱ未だにね、周りの人の5人の年収を5で割ったら自分の年収に近くなるみたいなことを言う人がいて、まあこれを信じてくれる人がいるから、すごくね、ネットワークビジネスの勧誘っていうのは楽なんだろうなと思いますけどね。でこれがね、なんかね、その塾生の方からね、ずいぶん前なんですけども、久保さん、もしかしたらこういうことなんですかねっていうふうにすごく深刻な相談いただいたんですよ。それが、まあ、その方はお父さんで、私よりもちょっと5個ぐらい上なんですけどもね、あの奥さんと子供が3人で5人家族だそうなんですよ。で、5人家族で稼いでるのは私だけです。もう言いたいこと分かりますよね。この家族がいる限り私の年収は下がる一方なんじゃないかなとか言い出すんですよ。まあ確かにね、周りの人の年収を5で割って自分の年収って思ったら、無収入を4人抱えていたら稼ぎ頭のお父さん1人の年収は下がっていくよねってことになるんですよね。だからそういうのを考えても、なんか5人の年収割ってね、なんとかかんとかっていうのは一瞬で違うだろうって見抜けないといけないでしょっていう話をしたんですけどね。まあ、もっと言ったらね、その4人の人が稼げなくても自分の姿を見てみんなが徐々に稼げるようになればいいんじゃないかなと。つまりは5で割って自分の年収が残りの4人の年収をどんどんね引き上げていけるような、そんな働き方見せ方をしていけないんでしょうかみたいなね、そんな返信をした覚えがあるんですけどね。結局はあれですよね、あの、まあ、吉野さんが体験したその社長が帰れないから帰れないみたいなねセリフっていうのは、いろんなところでね、経営者が言われてることなんですよね、きっと。経営者じゃなくても生え抜きの、あの幹部候補生の社員とかは必ず言われたでしょうね。自分の成績とか自分の将来とかね、自分の力をつけるために残業してるのに、あ、なんか真面目ぶって嫌だよねみたいな、そんなレベルで言ってんじゃないみたいなね、今日稼げずに帰ってしまったら、明日も稼げないまま出社しないといけないってことですからね。結局それが数年、10年、20年続いて、使えない人間がそこにのうのうと生きてるっていう世界になるんでしょうね、きっとね。まあそう考えれる人と、まあその時はその時っていうふうにね考えちゃう人と、まあ楽天家な人かもしれませんし、ある意味無責任なのかもしれませんし、なんか時が解決するとか言いますけどね、時間が経てばそれで解決されるってことはなくって、それなりの手段を講じた時間を積み重ねるからこそ時間が解決するっていうわけであって、何もしてない時間は結局は老化を促進するだけで何も進化しないという、何も解決しないというね、まあ、吉田さんの頭皮の方もちょっと防御しておかないとやばいのかなと他人事ながら思っちゃうわけですけども、まあいろいろとやってるみたいでね、よかったです。まあそんなところでね、ネットワークビジネスのセールストーク一つ一つ、まあいわゆる論破してここまで来たわけですけども、でもやっぱりね、ネットワークビジネスのトークごときでやっぱ商品が売れてしまうっていう現実がありますんでね、
人の感情を操るのっていうのは、まあ、難しいのかもしれませんけども、実はちょっとしたパターンを学べば結構簡単で、あのメールマガジンのタイトルとかコピーライティングとか、数年前の同じように書いたら同じようなクリック率出ますね。あれはね、本当不思議ですよね、だからなんか人が喜ぶ表現っていうのは共通していて、人のなんかね励まされるような表現っていうのは共通してて、なんかある意味パターンで押していけば、そこに感情はなくても人の感情を動くことができるみたいな、ね、そんなことになってるのかなと思うと、なんか人の心理っていうのは実はそんなに根深いところにあるもんではないのだろうかと思う日々でございます。それではね、今日は、まあ、悲しみっていうタイトルだったんですけども、もう一個の悲しみでいってみましょうか。悲しみで、なんかこう口って書いてなんかね、衣って書く、あれは悲しみ、どういう意味の悲しみなんでしょうか。まあ、言ってください。